さあ、船内終わりましたので、前側の、ね、デッキ部分行ってみようかなと思います。YFR27 の特徴としてはですね、ここバウバースのところから言うと少し掘り込まれてたんですけれども、ここに、まあ、ベンチというかフラットなデッキが作ってあるのが特徴です。でその代わりこの部分1段上がったキャスティングデッキと言ったらいいんですかね、そういった部分は EX28C に比べて相対的に短くなってます。ただ短いとはいえ十分に大人の人がここに立つゆとりスペースというのはしっかり作ってありますね。それからこのキャスティングレール、ここもですねこんな形でぐっとね体重をもたれかかっても十分持ちこたえてくれると強度はあろうかと思います。それからですねここの広さをまあ抽象的ではなくって具体的に表すんであれば、こんなタックルボックスをねここに置くのがいいかなと思うんですが、こんな感じ、これあの名簿のバケットマウスなんですけれども、まあ十分ねスペース的な余裕があってこんな感じでガバッと開くことができると。ここが狭いと、まあ、SRX なんかそうなんですけど、ここが狭いとですねこうどちらかの壁に当たっちゃって開けないんですよね、バケットマウスって。それがこの船の場合はしっかりスペースが取ってあるので、このように横置きしても開けることができると。やはりここのこうフラットに切り込まれたこのデッキが使い勝手がいいので、なかなか印象としては好印象かなと思います。さあでは同じくこれを EX28C で見ていきましょう。EX28C の前端部ですね、先ほどの YFR27 の場合はこの部分、切れ込んでフラットデッキになってたんですけれども、 EX28 の場合はそういったものはありません。その代わりキャスティングデッキと言ったらいいんでしょうか、非常に広大なスペースが取ってあります。おおよそですが150センチほどの奥行き、横幅でいうと約3メーター弱広さが取ってあります。まあ、したがってこの部分で立って十分なスペースありますし、振りかぶってキャスティングっていうこともね、余裕でできる広さがあります。そしてねここの通路の広さをね明宝のバケットマウス持ってきました。横置きで開けることできますね。これはとても使い勝手がいいと思います。さあということで、出力船足先ほど述べたんですけれども、やはり皆さん気になるの燃料消費率、燃料消費量かなというふうに思います。この燃料消費量もですね非常に乱暴な計算を私の方でやってます。なのでこれもですね参考値として皆さん受け取っていただけたらいいかなと思うんですけれども、まずこちらいきましょう。 YFR27 の場合ですね、これはあの過去に私の方でレビューさせていただいたその経験則をもとに計算したものになります。まずですね燃料消費量、だいたい巡航スピードで行きますと約65リッターパーアワーですね、1時間巡航したら65リットル消費するよというものになります。ちなみに燃料タンクでいうと350リッターの燃料タンクが偽装されてます。ということは全開走行してやるとだいたいですね 4,5 時間は走れるよという計算になります。さあ対して後ろドック内に入ってますね、こちら EX28C の場合なんですけれども、これはですねカタログ上から燃料消費量を読み出すことができませんでした。なのでザクッと非常に乱暴な計算をしてやるとですね、まずタンク油量が265リッターというものになります。まあおそらくですね YFR27 と非常によく似た性格を持たせているであろうという仮定の上でザクッと計算してやると大体ですが時間あたり50リッターパーアワーくらいの消費率になるんじゃないかなと思います。まあこれ非常に荒い計算をしてるんですけれども、こちらの YFR27 は大体65リッターパーアワー、EX28C こちらの場合が50リッターパーアワーの差が出てるということになります。価格ですね、まず YFR27 価格の方がカタログで1151万4800円、まあ、これですね法定設備それからエンジン込みの値段となります。さあ対してこちら EX28C の価格なんですけれども1487万8600円ということになります。なので価格差でいうとこちらの EX28C の方が YFR27 に比べて約300万円ほど高いということになりますね。ただし、燃料としては YFR27 250馬力のエンジンをつけた場合はレギュラーになります。こちら EX28C の場合は軽油になりますね。ちなみに免税軽油が使えたとして、じゃあこの300万円という価格差どれくらいで回収できるか
というのをですね、これも非常に乱暴な計算をしてやってみましたので、まあ参考値として、受け取っていただきたいんですけれども、1回ですね昇降6時間したと仮定します。で、6時間のうち半分、約3時間を走り回った。で、残り3時間をアイドリングでまあ流し釣りしたりとかですね、いろいろ楽しんだと、そういった前提条件で計算しました。免税給油をザクッと80円で計算してます。対して YFR27 の場合はレギュラーを145円で計算してますけれども、1回の調光で差が約2万円出ます。要はこちら EX28C の方が2万円安くなる、燃料費だけですね。これをじゃあ何回調光したら元が取れるのか、この300万円というイニシャルの価格差が埋まるのかというと166回です。じゃあ166回って何年だという話ですよね。月に3回先ほどの条件の釣りをしたとしたら4年半、4年半で純粋に燃料の差額だけでいうと、ペイができます。イニシャルが300万円ほど安い YFR27 に対して燃料1回の調光で2万円安い EX28C、 この部分の価格差回収までに約4年半。ただしここにはですね、故障、それからその他偽装リペア、そういったものは一切入ってませんので、その部分で、まあ、この4年半というのがこうね、6年になったり7年になったり、逆に1年で回収できたり、それは分かりませんけれども、まあ、純粋に比較をしていくとそういった数字が出てきましたということになります。さあ最後にですね、本当に細かいポイントなんですけれども、細かいけどストレスにつながる部分、これですね、ワイパーの収納位置、 EX28 はきちっと縁の位置に来てます。まあ欲を言うと、やはりここのベゼルの部分にこのワイパーがここに来てくれるとね、視界から完全に外れるので、使い勝手印象っていうのは良かったんですが、それでもやっぱり端の部分でワイパーが止まる、これやっぱね運転してて気持ちいいですよね。さあ対して今画面に映ってるこちらが YFR27 のものなんですけれども、ワイパー位置見ていただいて分かりますか。先ほど EX28C はこちら側だったんですけれども、YFR27 はですねこちら側、パッセンジャー側にワイパーの止め位置がある、こういった構造になってます。まあ、これはですね使い勝手というよりは、まあ、おそらくメーカーさんの思想の表れだと思います。 YFR27 の場合ですね、この部分にワイパー止め位置が来てますけれども、その分運転席からまっすぐ向いた視界は邪魔するものがないという状態になってますね。 EX28 この部分にワイパー止まりますんで、ごくわずかであるんですけれども若干視界をスポイルしていると言い換えることもまあできるのかなと思います。まあ、これはですね、まあ、いい悪いというよりも、まあ、メーカーさんの思想の違いの表れかなと、そんな感じに思います。さあもう一つ EX28C の特徴というよりもですね、ヤンマー線の特徴でいうとこの部分かと思います。アフトデッキ部分なんですけれども、出どもと言われまして、だいたいこの位置に舵が来てるんですが、舵より後ろ側に友のデッキが張り出してるんですね。出どもがあることによって、これだけ広大なデッキ面積を確保することができるということになります。まあ、おそらくですけれども、この出どもという構造があること、それによってこの船室がですね全体的に YFR27 に比べてぐっと後ろにオフセットして、搭載ができたんじゃないかなというふうに思います。船外規定と違って、やはりシャフト艇はですねフラットに左舷から右舷までこうつるっとね出どもを作ることができるので、この上でですね非常に自由度アレンジがしやすいというのがシャフト線のまず一つの特徴になるかなと思います。さあそしてこちらがですね YFR27 のアフトデッキになるんですけれども、この部分出どもになってますよね。エンジンより後ろにデッキが伸びてる、この張り出しのとこですね。これもですね YFR27 としても非常に使い勝手がいいポイントだと私も思うんですけれども、どうしてもですね船外規定というのはここに船外機が来ますので、右舷から左舷までつるっと通しで出どもを使うことができない、これはもうですねどうしても船外機という全体的なね特徴かなと思います。さあこんな感じでですね YFR27 と EX28 ね、ヤマハとヤンマーの瀬戸内ど真ん中仕様の比較やってみたんですけれども、いかがだったでしょうか。お互い長所ありますし、お互いいまいちだなというのも正直あります。ちなみにで言うと、私自身、もし私自身が買えるんであれば、そうだな、船室そういった作り込みは YFR の方に軍配があるのかなと思います。実際の使い勝手、ランニングそういった部分ではかな。
あくまで私のファーストインプレッションですので、オーナーさんがどんどん使っていかれるうちにですね、いまいちな点を偽装で上回っていったりですね、逆に今見えてないいいところっていうのもどんどん発見していくことができると思いますんで、あくまでこれは私のファーストインプレッションだよということで、皆さんね、まあ秀丸が言ってたからそうなんでしょっていうふうに惑わされないように、それだけはお願いいたします。最後になりましたけれども、今回こういったですね、持ち込み企画も心よく快諾していただきましたフェアウィンドさん、今回もありがとうございます。この企画面白いねと思っていただけた方、ぜひグッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後まで今回もご視聴いただきありがとうございました。